はいどうも、一夜です。今日はですね、この発泡スチロールでやっていた室入れのですね、結果報告をしたいと思います。で、ここまでですね、流れを追ってきてて、あのことねってすぐわかる方のためにも、まどろっこしい説明は抜きにして、とりあえず結果だけ報告しますと、よいしょ、この通り、はい、成功いたしました。ありがとうございます。ちょっと何のこっちゃっていう方がいると思うんで、順を追ってですね、説明させていただくと、まず室入れっていうものがありまして、これはですね、こういう盆栽をですね、よいしょ、冬場にですね、これ分かりづらいなこういう盆栽をですね、冬場、うちとかだとね、本当は必要ないんですけど、例えば雪が降ったりするとこだと、こう雪がね、覆われて室入れって必要ないと思うんですけど、雪が降らないし、冷たい風が吹くっていうとこにね、盆栽置かなくちゃいけないような場合があると思うんですけど、その場合にですね、冬保護しようということで、こういう発泡スチロール、僕が今回使ったようなのもあるんですけど、ビニールハウスだったりとか、室内に取り込んだりとかっていうようなことをするのを、室入れ、室内の室に入れるって書いて室入れで、出すときは室出しって言うんですけど、そういうのをやったりするんです。で、今回はですね、使ったのはこの発泡スチロールの箱ですね。で、これで普通室入れするときって、中にですね、これを詰めて、で、昼間は蓋を開けといて、夜寒くなったら蓋をするっていうやり方が一般的らしいんですけど、らしいんです。僕室入れしたことないんで全然わかんないんですけど、らしいんですけど、今回はこれに入れて、1ヶ月そのままにして、12月末に入れたので、1月末に1回開けて、2月末に2回目開けて、3月末にはもう暖かくなっちゃってたんで出しちゃってたんですけど、その1月に1回開けて水をやって、また戻すっていうやり方でやったんです。で、どうなったかっていうと、結果成功したんですね。で、入れた時は素焼き鉢みたいなの入れてたんですけど、ついでに植え替えもやっちゃって、で、今もう芽吹いて、芽が動いてる状態ですね。こんな感じですね。はい、こんな感じになってます。よいしょ、そういうやり方ができたという、そのご報告なんですが、どういう感じだったかと言いますと、そうですね、1月末と2月末は特に何の変化もなくて、湿ったままだなぐらいだったんですね。で、3月末に、なるぐらいにはもう暖かくね、今年はなっちゃってたので、その時点で開けてこう見たら、もうすでにちょっと芽吹いてて、おーすごいっていう感じだったんで、もうそこで出して植え替えしてこれにしました。で、もう一個ね、ちょっと驚いたというか、うおっと思った点がですね、この発泡スチロール開けた瞬間にですね、コバエが50匹ぐらい死んでたっていうのがちょっとね、びっくりした点と、だから、芽吹いてるって思った瞬間に、うお、虫がすごい死んでるっていうのの、衝撃が来ました。で、あと、若干湿ったまんま入れるので、どうしても鉢の側面ですね、カビっぽくてヌルヌルした感じになってましたね。それがちょっと、その2点ですかね、虫がやたら出てきて死ぬっていうのと、鉢がちょっとヌルヌルするっていうのが、デメリットかなと思うんですけど、ただ通常の室入れと違って、もうここに入れたら1月そのままで OK っていう状態なので、これ結構楽でいいんじゃないかなと思います。冬でも見たい木って結構あると思うんですけど、そうじゃないなーっていう、ちょっと2群3群の木とかをですね、小さいのまとめて入れとくと、管理が楽かなというふうに思いました。で、僕がやった時はですね、ここに穴が開いてるんですけど、あんまよく見ないですかね。ここに穴開いてて、水抜き穴が作ってあって、ここに入れたまんま水をやれたりするんですけど、結局僕の場合はこれ、一個一個出して様子見ながら水やってたんで、これはなくてもよかったんですけど、そういうやり方もできるってことですね。で、あとなんだろうな。そういう感じでですね、特にこういう小さいのをですね、小さいのやられてる方にとっては、
まあこういうのに入れてですね、まあ冬場だけでもですね管理を楽にするっていうのもありかなと思いました。ちなみにこれはですね、僕が見たのは盆栽世界の2013年の12月号に載ってたやつなんですけど、それを参考にしました。まあ今その記事見るのは結構大変かと思うんですけど、もしどっかで見かけたらね、参考にしていただければと思います。まあそういうこともできましたので、まあぜひですねお試しいただければと思います。今日もですねご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。